ということで今回もやっていきたいと思います。いきまーす。さあこれで何？え？あ、なんかうぃー、お化けたち、なんかお化けたちめっちゃ出てきたんだけど。え、マジかよ、おい。え、一気に吸い込めた。え、なんかめっちゃ一気に吸い込めたんやけど。どういう状態？回復もできたし、イエーイ。なんか独特な形やね、君ら。よいしょ、あと一匹？はい。君で終わりじゃね？やったー。やったー、なんかあっという間やったけど。はい、進みます。前回手に入れた鍵を使って新しい場所へ。なんなの。あ、なるほど、グレイジで来ても一応大丈夫ってことか。間違えた。いいよ、吸い込み。はい、鉄球吸い込んで、戸を開けて、よっしゃ、行くぜ。鍵ゲット。オッケー。あー、グイージー。グイージーが。ちょ、待って。ちょ、お前ら待ってよ、おい。はい、2匹同時。行くぜ。おい、てい。ちょ、速攻でやっつけるから待ってて。ここでやっつけるから。よいしょ。開ける！今開けるよりイージー。てか、あの隙間から出てこれそうな感じすごいするけどね。よいしょ、危なかったー。危なかったー。オッケーね、これで。進もう。めっちゃピンチやったー。あ、もうなんか闘技用にすごい近づいてきたんじゃない？なにこれ、どうすればいいの？どこ行くの？めっちゃ見られてんだけど、怖いんだけど。今のはなんだ？なんかちっこい鉄球ある。あ、これで？これを回転させると、あ、なんか橋が移動する。あ、これで繋がるってこと？え、違う。ちょ、待って。じゃ、これで、こうやっといて、なんだ、どこへ行けばいいんだ？落ちた。落ちたけど、まあ、とりあえず、グイージは無事。うん、お金いっぱーい。いや、お金いっぱいはいいけど、上どうやって上がるんやろ、これ。上がれんのかな。どこまでも、ガンの鈍い鮎が普通の人なら、すぐに気づくような仕掛けに5分以上かかりやっと。これで、何？え、ちょっと待って、これグイージで進んだ方がいいんだよね。でもグイージで進んでもか、結局は結局はダメなんかな。だってここの扉入っていかんといかんのやろ。ってことはやっぱりルイージで行くしかないのか。よいしょ。ちょ、待って、思いっきりざっくり行かれた。ちょ、待って、全然避けれてないんだけど。笑う。笑ってる場合じゃないです。ちょ、待って、邪魔だよ。よし、行こう。体力回復したーい。めっちゃ体力回復したーい。え、ここもボウガンのとこやない。待って。
ボウガンのとこってことは、とりあえず一旦これを、あ、ハート来た、ありがとう。はい、これを引っ張って、またなんか、え？え？何？え、ちょっと待って。体力回復はいいんだけど、あれ？なんかトマト落ちてきただけなんやけど。待って、グイージでとりあえず。何をどうすればいいの？トマ、ん？これなんか、え？すげえ。あ、もしかしてこれで、これで塞ぎながら？これで塞ぎながら、ルイージが進んでいくってこと？で、とりあえずこういって、待って。あれ？動かせない。え、待って、危うい。待って。めっちゃ危ないんだけど。これは、あれ？ここまで動かしてきたのはいいんだけど、なんかここから動かせんくなってんけど、何事？後ろから押すとか。え、押せない。あ、違う、ここまでしかないんや、線路が。ってことは、これ？え、これ、でもこれ。ちょ待って。あ、グイージが拾っても回復するんや。え、あの、こ、え？それはいいんやけどさ。あの、あれなんすよ。こっち、荷台がないんやけど。え？え、こっち側荷台がないんやけど、どうしたらいいんやろ。え、何をするべき、ここ。ん？あ、もしかして、これで。なんだ、何もかもお化けみたいに隠れやがって。なるほど。これで引っ張れる。よいしょ、よいしょ。じゃ、もう一回、来て。はい。これで。よし。これでいけるよ、ルイージー。何？なんかいっぱい出てきた。あ、でも速攻で吸い取れる、こいつら。イエーイ。何後ろにいるんだよ。さりげなく。ほら。はい、全員、オッケー。はい、全員、オッケー。これで進める？なに、にゃー！あぶの。そしてお金の山。こういう時でも、バッチリ吸い取っていく。さすがである。オッケー？まだあとちょっとあるよ。オッケー。はい、行こう。なんかその辺から出てきそう。何も出てこない？これは、よいしょ。おー、なんかこんだけいっぱいハートが出てくるってことは、この後ボスなんじゃなかろうか。そんな感じするよね。ですよねー。ですよねー。妙なところだけ、勘のいいアユナ。王様や。やっとたどり着いたよ、ここまで。何それ。なんか馬にまたがっとる風。え、何周り。めっちゃ紙なんやけど。めっちゃハリボテやん。え、王様そんなに体でかくなかったやろ。うい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 。これもう、もう戦闘始まってんの、これ。これ、うー、危な。これはどこで何、盾を取るのか、まずは。その盾を、痛い。なんだ、何をどうやればいいんやろ、これ。
助けてください、助けてください。吸盤で盾をどうにかしようと頑張るが、全くどうすることもできないまま逃げ回るアユ。怖い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 、クソ何もできねえ。でも多分本体を引きずり出さんといかんはず。そのために何をするかなんよね。盾を引き剥がすんやと思うんやけどな。あ、え、今なんか、ちょ待って、これで今や、え、今一瞬何があったんやろ。ん、何が起きたんかが全く私には理解できんかったけど、ね、全く理解はできんかったけど、ハート必ず出してくれるわけじゃないんや。でもああいう状態になる時がまああるってこと。あ、出てくるよ出てくるよ、ハートが欲しいな。やった、痛い、せっかく回復したのに。何してくれてんだこのなんか王様が。おっとっとっと、危ないぞ。おおおおおおお、ちょ危ないって危ないって。はい、オッケー。王様があの剣をさ高く振り上げた時に、なんかね周りからほら出てくる。であれまっすぐ飛ぶだけかと思ったけど斜めにも飛んでくるんよね。おっと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 、でもこの定期的に出てくるハートで回復を。なんなんやろ、どうやったら行くんやろ。出てくるよどっかから。ん、どこ、あ一番端や。くそーハートじゃなかったか。お、いける。ちょ次こそ、よいしょ、投げる、よいしょ。こっちはこっちで湧いてくれるんやね観客たち。すげえぞあいつ。ちょっと身軽になったんじゃない王様。私の体力も回復できたし。 おっと増えた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 、周りから出てくる矢が増えた。痛い。一瞬ちょっとなんか上にひょって出てくるときにこれを当てればいいんかな。なんか回数がまた増えた、飛ばしてくる回数がまた増えたか。しかし私の体力も満タンになったぜ、イエーイ。投げる、よいしょよいしょ。お、すっかりボロボロじゃね。でも馬部分もうなくない。うわー、何これ全部。痛い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 、全部やん。いや、しかも回数、おい回数、いけるいけるいける、よっしゃこーい。でも体力表示されてないよね。お、バラバラになったよ、バラバラになった。で、ちょ、あとはあれやない、立て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 、痛い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 。これ縦にくっつけたらいいんやない。何やってんの君。なんか一人で勝手に何やっちゃってんの。よっしゃい、王様だろうがもうメタメタにしてやる。くっ、それで目回すんやろ。よっしゃい、来たー。くそ、やっぱそれで反射させるんやな。何、君の攻撃はもう毎回それになったの、やめた方がいいよ。くっ、走れないってつらい。よいしょ、はい来い、よいしょ、はい爽快。めっちゃ
めっちゃ、お、剣ごと入ってった？イエーイ！お、次は何階だろうか。みんなおらんくなった。スッて消えてったよ。やったー。ちょ、体力回復したいんですけど、私。あ、そっか、7階か。7階のやつ、そういえば、見せよったね、王様。そちらからお帰りくださいってことかな。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあの王様にたどり着くまでのギミックが私的にはめちゃくちゃ難しかった。どんどんちょっと頭を使う感じになってきよるね。